ここからは新コーナーです。おザ・名付け親、イエーイ、イエーイ。ザ・名付け親新コーナーですよ。名付け親めっちゃローマ字だ。ザ・名付け親、ザ・名付け親ということで来ましたね、新コーナー。これまでちょいちょい僕らにですね、はい、ペットの名前を考えてくださいというメールが来ている感じなんですけども、はい、そうですね、この前来ましたね。そうですね、この間はあの犬の名前を考えてくださいということで、はい、あの一応ね、僕らから提案として、あの決定じゃなくて、ね、僕らからこれはどうですかということで、はい、黒太郎黒太郎、黒ちゃん黒太郎という名前をちょっとこう提案させていただいたんですけども、はい、そのまさかこれがコーナー化ということで、はい、来ましたね、念願の、念願の、結構メールが来てるみたいなんですけども、はい、早速ご紹介したいなと思います。はい、それでは紹介したいと思います。はい、東京都のひとみさんからいただいたメッセージです。はい、こんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオを聴かせてもらっています。ありがとうございます。この間父が大きいカエルを道端で捕まえてきました過去笑い。そのカエルすごく大きくて、初めは気持ち悪いと思ってたんですけど、はい、見てる間に愛着が湧いてきてうちで飼うことにしました。そこでリュウジ君とオミ君にそのカエルの名前をつけていただきたいと思いメールしました。そのカエルはセミとかを丸飲みして3匹とか食べてしまうほど大食いなのが特徴です。面白い名前を考えてください。よろしくお願いします、というメッセージです。まさかのカエル一発目、まさかのコーナー一発目カエル、いや、やばいっす。3匹っていうか丸お父さん捕まえて帰ってきた、すごいね。お父さんなんかただいまガチャみたいな、手元カエルみたいな。手元カエルゲロゲロみたいな名前か。なんかありますよ、まあ、いや、なんだろうね。くっちゃんパクちゃん、パクちゃん、パクちゃん、あ、パクちゃんいいんじゃない。あ、パクちゃんいいと思う。ね、もっと出そうだな。なんだろうな。カエルね。カエル、カエル、カエル。ゲロゲロゲーム。な、違うな。でも、うん、クッちゃん、パクちゃんちょっといい気がするな。いいね。ちょっとシンプルだしね。何ガエルなんだろうね。でもでっかいってことでしょ。でっかいカエルか。カエル好き？そもそも。そもそもね。うん、触れる？触れないですね、これ。触れないな。なんかさ、広島にライブ行った時に、あの、直樹さんがさ、カエル捕まえたの知ってる？ああ、ちっちゃいさ、はいはいはい、緑色の。あの、リハ前で。そう、リハ前の、うん。山だったから、うんうんうん、さ、それをさ、直樹さんが手を持ってさ、うんうん、こうやって触ったんだけど、なんかもう、わあ、大丈夫っす、俺、みたいな。あの、大丈夫っす、カエル。カエル、そうだね。なかなか難しいですよね。でもね、そのまあ、どんなカエルかちょっと、まあ、でっかいって考えるとちょっとすげえなと思うんですけど、うん、はい、ちょっとね、見た目がちょっとね、初めは気持ち悪いってひとみさんも言ってましたけども、うん、まあ、だんだん愛着が出てきた、なんか、まあ、パクちゃんとか可愛い感じがいいかもしれないですね。ということで、僕らからの提案はクッちゃんとパクちゃんです。はい。